君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、アパシー鳴組学園7不思議、次をやっていきましょう。前回に続きね、ひなきちゃんの話が続くんですけど、結構知らないひなきちゃんがいっぱい出てきて、あれなんですが、ちょっと違う選択肢いきまして、まあ、手前のね、ひなきちゃんの存在の正体を確かめたくなるかどうかっていうところで、今度は何とも言えないを選択しています。ああ、そういう中途半端な答えが一番危ないかもね。最初は確かめに行かないとか言っておいて、後から絶対に行くタイプ。なんか分析されてます。しかも友達とか誘って、みんなを道連れにしちゃうんだよね。そんな坂上くんには、もってこいの話をしてあげよう。なんか、嫌な言い方された。ショック。N くんにかどわかされて連れてこられたクラスメイトに、赤川哲也くんと袖山まさるくんっていう二人がいてね。二人は同じクラスだったけれど、別にこれといって仲が良かったわけじゃないの。でも何もない場所に放り出されて、特に話し相手もいないとなると、自然とくっついてしまうわけで。仕事が終わると、二人は連れ立って過ごすようになったわけ。と言っても、山と川しかないから遊びに行けるわけじゃないんだけれどね。その日も、二人は適当に山道をブラブラと歩いていたの。それにしても参ったな。こうも何もないところだとはね。スマホも全く通じないし、これは苦行か？そんな悲観することないよ。たまにはこういう生活も楽しいんじゃないかな。それこそ楽観的すぎるだろ。今週は楽しみにしていた新作ゲームが5タイトルも出るっていうのに、去ることもできない。高校生で5タイトルも買えるの、そもそも。毎日の日課を順調にこなしていたスマホのゲームも全部吹っ飛んでしまった。今頃はどこのギルドからも弾かれてるだろうな。リアルな話してるな、結構。ああ、僕の青春が全部台無しだ。貴重な夏休みが全部パーだ。帰ったらまた一からやり直しなんて辛すぎるよ。赤川くんはゲーム命だったもんね。僕は何をやっても続かないから、その辺は気が楽かな。ここでの生活は自分を見つめ直すのにはちょうどいいし。ところで袖山くん、君はひなきちゃんの噂は聞いたことがあるか？ひなきちゃん？それは人の名前かい？それともゲームに出てくる登場人物とか？なんでも、この辺に出没する得体の知れない人物らしい。血のように赤いセーラー服を着ていて、神出鬼没だそうだ。へえ、赤いセーラー服か。何のコスプレだろう。コスプレとかそういう類じゃなくて、妖怪なんじゃないか。すごく可愛いんだけれど、会うと恐ろしいことが起きるって噂だし。え、恐ろしいことが起きるの？怖いな。そういうのには会いたくないな。でも、あそこにいる赤いセーラー服の女の子は、ひなきちゃんじゃないよね。めっちゃ怖い展開だよね、これ。え？嘘だろ。赤いセーラー服なんて、ひなきちゃん以外にいるわけないぞ。ああ、本当だ。赤いセーラー服じゃないか。きっとひなきちゃんだ。なんかさらっと見つかった。でも確かに赤いセーラー服ってまあ見ないですよね。どうしよう、赤川くん。向こうはまだこっちに気づいてないみたいだけれど。というわけで、二人は偶然にもひなきちゃんに出会ってしまったの。二人はどうしたと思う？近寄る、様子を見る、帰った。はい。じゃあ一旦帰ってみます。帰ろう。うん、その方がいいよ。冷静。超冷静。もう、全ホラー話とかさ、ホラー映画とかの主人公が全部これだったら、もう何もみんな平和に終わるんだろうね、きっとね。帰ればいいのになぜか行っちゃうからいろんなことが起きるってわけで。はい。二人は危険を察して、ひなきちゃんに見つからないように、忍び足でその場から離れると、大急ぎでアルバイト先の住み込み先に帰ったの。そこは汚い部屋で薄汚れた布団があるだけの雑居房みたいなところでね。当然男女なんて別部屋じゃないし、ひどい扱いだった。 N 君に騙された生徒たちは自分たち以外にも二人いたのよ。二人とも鳴神学園に通う女子生徒だったの。及川ゆき、本田、さっさと腰揉めよな。一人は及川さんと言ってね、とても田舎の風景が似合わない人。なんでこんなバイトを引き受けたのか理解に苦しむような人は本当ですね。N 君はよほどうまいこと言って彼女を騙したんだろうね。きっと2学期が始まったら殺されると思うよ。はい、今すぐやります、本田幸子。もう一人は本田さんと言ってね、及川さんとは真逆で、おとなしくて地味なタイプだった。話を聞くと、二人とも同じクラスなんだって。赤川君と袖山君と同じように、クラスは同じでも今まであまり話をしたことがないらしくて、彼らが仲良くなったのとは正反対で、まるで、及川さんは本田さんを召使いのように扱っていたのよ。ああ、もっと力を入れる。あんた本当に使えないな。赤川くんたちは、そんな様子を遠巻きに見ているだけだった。一度声をかけたら、及川さんにものすごい剣幕で怒鳴られて、蹴飛ばされてしまったから。
上級生の女子はとても恐ろしい生き物だということを思い知らされたんだよ。本田、何か芸をしろ。若い人でそんなこと言う？何か芸をしろって今の時代もある？なんかね、あのじじいをぶん殴ってこい。キャラメルマキアートが飲みたい。買ってこい。お前のおごりで。キャラメルマキアート売ってるとこある？及川さんは、そんな無茶な要求を出しては。お前って本当に使えない女だね。お前のような奴はこうしてやる。こうしてやる。こうしてやる。そうやって何回も何回も蹴飛ばしては、ストレスの吐き口にしていたの。本当にやばい人だね。それで本田さんはどんどん衰弱していって、作業もできなくなるでしょう。そうすると、雇い主の見ている前で、本田さんをかばうふりをするのよ。やばいね。だから夜はすぐ寝るように言ってあるでしょう。一人で遊んでるから仕事に集中できないのよ。すいません、後で私が叱っておきますから、許してやってください。完璧だ、完璧に立ちが悪い人だ。そうやって点数稼ぎをして、陰では本田さんをネチネチいじめるの。最低よね、及川さん。まったく、3食昼寝付きで田舎で遊んでいたら、1日5万円もらえるなんて、デタラメじゃないのよ。本田、あんたのせいだよ。何でもいいから盗んできな。でも、及川さん、この辺にはお店なんてないから。うるせえんだよ。てめえの顔を見てると、ムカムカするっつってんのがわかんねえのかよ。さっさとうせやがれ、バカ女。及川さんが出ていけばいいのに。本田さんは真っ青な顔をしてよろよろと出て行ってしまった。本当に具合が悪そうだった。おい、あんたたち。呼ばれた二人は目を白黒させた。お前らしかいないだろ。呼ばれたらさっさと来んの。私の腰を揉ませてあげるから感謝しなさいね。別に二人は及川さんの腰なんて揉みたくなかったけれど、変に態度を表すと何をされるかわからないから、二人とも愛想笑いを浮かべて腰を揉み始めた。ああ、違う違う、そこじゃない。もっと下。ちょっと、どこ触ってんのよ。本田さんは夜になっても帰ってこなかった。え？赤川くんたちは彼女が心配だったけれど、及川さんはちっとも気にしていなかった。夜中になって、袖山くんはごそごそと物音がしたので起きてしまったの。すると、暗闇の中で誰かが及川さんの枕元に座っているじゃない。はじめは幽霊かと思ったけれど、目をそらすとそれが本田さんであることに気づいたの。暗闇に目が慣れると、本田さんは及川さんの耳に何かを入れているの。え、何かよく見えないけれど、及川さんは全く気づいていない様子だった。耳に何かを入れてる。そして本田さんは、及川さんの耳元で何やら囁いているのが聞こえた。ブーダラベーダラ、ホットントットホットントット、アドンベドンサンガラオンガラ。絶対黒魔術してるじゃん、これ。絶対黒魔術してるよ。ホットントットホットントット、ブーダラベーダラ、ブーダラベーダラ。それはまるで呪文のようだった。なんとも浮世のない歌い方に、袖山くんは寒気を感じて、布団を頭までかぶって寝てしまったの。なんでそんな、横の人すぐ起きそうな、呪文を。朝になると、いつもと変わらない朝だった。本田さんはさっと起きて準備を済ませ、及川さんはいつまでも起きてこなかった。及川さんは雇い主に気に入られているため、よほどのことがない限りは多めに見てもらえる。怒られるのは残り3人の役目だった。その日気分が悪いと言って、及川さんは一日中寝ていた。作業が終わると、本田さんはまたどこかへいなくなってしまった。及川さんが珍しくおとなしくしているのだから、わざわざ出かけなくてもいいだろうに。袖山くんはそう思った。赤川くんは、及川さんが寝ているせいか、羽を伸ばしてダラダラしている。本田さんは、その日も夜中まで帰ってこなかった。夜中にまた物音で目覚めた袖山くんは、本田さんが昨晩と同じように、及川さんの耳に何か粉のようなものを流し込んでいるのを見てしまった。粉のようなものなんだね。ブーダラベーダラホントットホントット。ホントットホントット。そしてまた、気味の悪い呪文を唱えていた。黒魔術じゃんね。翌朝になり、本田さんは誰よりも早く起きた。及川さんはまた起きてこなかった。及川さん大丈夫かな？大丈夫って？だって、もう二日間も起きてこないよ。何か体の具合でも悪いんじゃないのかな。どうせ仮病だろ。うるさいのがいなくてせいせいするんだからさ、放っておけよ。確かに赤川くんの言う通りだった。及川さんはその日の仕事も休み、夕方になると本田さんはまたいなくなった。本田さんがいなくなって、袖山くんは及川さんの布団に近寄って様子を見ることにした。やっぱ人がいいですね。及川さん、大丈夫ですか？うるさい。気分が悪いんだから放っといて。
声を聞く限り、確かに声に張りはないけれど及川さんだった。しゃがれているのは、風邪でもひいたからだろうか。言う通り、やはり元気はなさそうだ。それで、少し彼女の顔を覗き込んだ。それで驚いた。彼女の皮膚は緑がかっており、かさついて硬くなった肌は、まるで鱗のようにも見えた。赤川くん、及川さんの様子が変だよ。ん？そうなの。寝ていればよくなるんじゃない？そんなこと言わないで、見てみてよ。赤川くんは袖山くんに引っ張られて、めんどくさそうに及川さんの顔を見ると。別に大したことはないんじゃないの？及川さん化粧好きそうだし、いつも厚化粧でしょ？化粧取ったらこんな顔してるんだよ、きっと。ポジティブ。それ、及川さんの前で言ってんの？途中気になったのか。赤川くんは特に異変は感じていないようで、またその日も、夜遅くになって本田さんは帰ってきた。同じように、及川さんの耳に何かを流し込んで呪文を唱えます。翌日、仕事が終わって、また本田さんがいなくなると、袖山くんは後をつけることにした。赤川くんは誘っても気乗りがしないようで断られてしまったので、少し不安はあったものの、一人で後をつけた。すると、本田さんはあの場所へ向かって行った。そう、あのひなきちゃんと出会った場所。思った通り、本田さんはひなきちゃんと会っていた。そして、ひなきちゃんから何やら小さな袋を手渡されたの。本田さん、それをひなきちゃんから渡された大きなすり鉢に入れてね、ゴリ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 すり始めたの。袋の中には大量の虫が入っていた。ムカデとかゲジゲジとか、他には見たことのない虫とか。気持ち悪くなって吐きそうになったのを必死で抑え、その様子に袖山くんは見入った。暗くなってもその作業は続いた。そして、ひなきちゃんは唱え始めたの。ブーダラベーダラ、ホットントホットントット。アドンベドン、はい。あ、ひなきちゃんが答えてんだ、これはね。すると、それに合わせて本田さんも一緒に唱えた。うつろな目でね。おそらく、あそこで吸っているものが、及川さんの耳に流し込まれるのだろう。袖山くんは、そう思うと身震いした。ブーダラベーダラ、ホントットット、ホントットットット。その作業はずっと続いてね。袖山くんは怖くなって帰った。真夜中になると、本田さんは帰ってきた。袖山くんは怖くて寝られず、その様子を背中で聞いていた。また今夜も及川さんの耳にあれを流し込むのだろうと。でも様子が違うの。その日は、本田さんの足音が及川さんの寝床に行かない。だんだんと自分の枕元に近づいてくる。やばい。そして自分の枕元でピタッと止まった。ねえ、見てたでしょ。怖っ。ドーンってやつだね、これね。耳元でそうささやかれ、袖山くんは言葉を失った。でも何か答えなければいけないと思って、上ずった声で答えたわ。はい。ずっと気づいてたんでしょう。はい。もう終わるからね。黙っていようね。はい。そして足音は及川さんの方へ近づいていき、止まった。よかった。耳に入れられるかと思った。きっと、毎晩日課となったあの作業を続けているのだろうと想像し、袖山くんは固く目を閉じた。翌朝。あ？あ？うわ！袖山くんと赤川くんは、けたたましい獣の鳴き声に目が覚めて驚いた。だって、及川さんのベッドには見たことのない巨大なトカゲがいたんだもの。変な鳴き声に驚いたのか、開花から雇い主がやってきた。待って、これ。待って、右の手とかめっちゃ人だけど、これはまだ及川さんの、あれが残ってる。この下にあるなんか赤いのなんだろうね。キモいなぁ。なんじゃこりゃ。ドイツがこんな大トカゲを持ち込んだ。これはトカゲじゃありません。ユキサンショウウオというオオサンショウウオの一種で、大変貴重なんですよ。食用で、長寿の効力があると言われていますの。そのユキサンショウウオと呼ばれた生き物の隣で、姿勢正しく正座をしていた本田さんは、トロンとした目で嬉しそうに吠えんだの。横で、その生き物は何度も激しく吠えたわ。そりゃいい。言われてみるとうまそうだ。鍋にして食おうじゃねえか。こいつら、ウサギでも何でも食うな、マジで。ウサギはまだわかるよ。この謎の山椒魚はダメでしょ。で、しかもあと右手めっちゃ付け爪みたいなのあるしね。雇い主は、複数名の使用人を呼び寄せると、あっという間にユキ山椒魚を捕まえて持って行ってしまった。わかるの？さばき方とか。何？しばらく鳴き声が聞こえていたけれど、そのうち静かになり、軽快な包丁の音が聞こえ始めた。それで食事に呼ばれて、三人は食卓に着いたのだけれど。
さあ食え、たっぷりあるんでな。お前たちも相反に預からせてやる。そこで働く使用人たちは、すでにうまそうに鍋を頬張っている。切り刻まれてもまだ生きているのか、ぶつ切りになった肉は痙攣して、ピクピクと肌色の肉を光らせていたわ。でもその肉は、思わず袖山くんは口を押さえ、胃の中から込み上げてくるものをこらえた。続いて赤川くんも、口元を押さえてトイレに走った。ただ、本田さんだけはその様子をじっと見ていた。そして、いただきます。そう言うと鍋を横目に、隣に置かれているまだ生の肉にガブリと噛みついたの。それを見た大の男たちが、おおと色めき立った。なんで生肉なんだよ。それまでひ弱に、今にも倒れそうだった本田さんは、あの肉を食べてからというもの、日増しに元気になって体力もついた。結局、最後までアルバイトをやりきって、最初の話よりはだいぶ少なかったけれど、アルバイト代ももらい別れを告げた。ただ、及川さんだけはあれ以来姿を見せなくなり、逃げ帰ったと噂された。最初の話よりはだいぶ少ない。まあ、そっか。嘘つかれてたんだもんね。でもあんな周りから隔離された僻地から逃げ出す方法なんてあるのかしら。3人は、あの肉の正体を知っているから何も言えなかったんだけどね。何それ?どんな黒魔術?学校が始まってからも、及川さんの姿を見ることはなかった。もともと派手で遊び好きな性格だったから、東京で夜の蝶にでもなったんじゃないかって噂されたけれど、袖山くんは、本田さんにあれからも聞きたいことを聞けないでいる。あの肉の味、そしてあの耳に流し込んでいたものは何だったのか、と。これで私の話は終わりです。日野先輩、いかがでしたか?うむ、語り部の候補には入れておくか。まだわからんがな。やったー。ちょっとずつちゃんとこの反応違うの、すごいよね。雪山椒魚のお味は。まさかの展開だったな。いや、でも面白かったね。はい。というわけで、まだね、他の選択肢あるんで、ちょっとまだ時間早いんで、次の選択肢行ってみたいと思います。はい。というわけでね、戻ってきまして、今度は様子を見るを選んでいます。よし、そーっと近づいてみよう。どんな女の子か気になるからな。ダメだよ、赤川くん。危ないから。ここはちょっと隠れて様子を見てみようよ。そうか?仕方ないな。赤川くんは同意して、じっと様子を伺った。袖山くんは慎重だったから、二人は茂みの陰に隠れて、そーっと覗いたの。真っ赤なセーラー服を着た女の子は草むらに寝転んでいたわ。あんなところに寝て、下に虫とかいるよね、絶対。気持ち悪くないのかな。僕ならせめて新聞紙を敷くけれど、ああ、やっぱりそれでも嫌だよね。あんな地べたに寝るなんて。袖山くんはちょっと神経質だったから、自然に溶け込むひなきちゃんが汚く思えたんだよね。眉を潜めたの。あんまり喋ると気づかれるぞ。黙っていろよ。ああ、ごめんよ。静かにするよ。すると突然。何?私に会いたかったの?彼女、目をつぶったまま顔を動かすこともなく、そんなことを言ってきたの。まるで二人の動きがよく見えているかのようにね。坂上くんならどうする?会いたかったという黙っている。これは黙っているを選択します。二人はちょっと怖くなって、ゆっくりと後ろに下がっていった。そして、そのまま逃げようと思っていたら。逃げたら追いかけるよ。また目を閉じたままそんなことを言ったの。もう二人は怖くなってね。その場でブルブル震えたわ。ねえ、こっちへおいでよ。そう言われたらもう行くしかないでしょう。だって逃げても追いかけられるんだもの。それで、恐る恐る二人は近づいていったの。袖山くんは赤川くんの影に隠れて少し怯えていた。すると、またひなきちゃんは話しかけてきた。ねえ、名前は?僕、赤川哲也って言います。あ、そう。じゃあ、てっちゃんだ。でも袖山くんは怖くて何も答えられなかった。すると、ねえ、そっちの隠れて震えているのは?もう全部見られている。言われた通りにしないと殺される。袖山くんは観念した。袖山まさるです。あ、そう。じゃあ、まっちゃんだね。てっちゃんとまっちゃん。そう言うと、ひなきちゃんはぴょんと飛び起きて、二人の前にやってきた。そして、何を思ったのか、袖山くんのほっぺたをつねったの。いてててて、痛い痛い、痛いですって。ひどいわよね。突然ほっぺたつねられるんだもの。袖山くんは、すぐさまその手を振りほどいた。何するんですか?あら、だってまっちゃんは、ひなきちゃんに会いたかったんでしょ?会いたいって言ったのは赤川くんです。僕じゃありません。あらそう。まっちゃんはひなきちゃんに会いたくなかったんだ。袖山くん、そんなことを言われて言葉に詰まった。だって、確かに赤川くんにひなきちゃんとは会いたくないって言っていたから、ひなきちゃんには全部聞かれているかもしれない。そう思ったら無性に怖くなって、
早くこの場から逃げ出したかった。君がひなきちゃんなのかい？その場を取り繕おうと赤川くんがとっさに聞いたの。ひなきちゃんはひなきちゃんなの。てっちゃんはてっちゃんで、まっちゃんはまっちゃん。ふふー。それじゃあ僕たちは帰るから、今日は楽しかったよ。じゃあ。赤川くんも、これ以上この場にいるのはまずいと感じて、そそくさと立ち去ろうとした。でも、ねえまっちゃん、明日もここにおいでよ。明日はもっと痛いことが起きるから。それだけ言うと、ひなきちゃんはぴょんぴょん飛び跳ねながら森の奥へと消えてしまった。なんだよ今の、来ないともっと痛いことが起きるってこと？いや、その逆かもしれないぜ。来たら、もっと痛い目に遭うってことかもしれない。そんなのどっちにすればいいかわからないじゃないか。せめて、どっちが痛い目に遭うのか教えてからいなくなってほしかったよ。おい、もう帰ろうぜ。やっぱりひなきちゃんって変な子だよ。とりあえず、その場は帰ることにした。そうしたら、夜になってひなきちゃんにつねられた場所がひどく痛んでね。まるで、おたふく風のように大きく腫れ上がってしまったの。痛いよ、痛いよ。タオルを冷やしてくるから待ってな。夜中中痛くて、袖山くんは寝つけなかった。それでもいつの間にか寝てしまって、気がつくと朝になっていた。もう寝てしまった方が楽だよね、そういう時ってね。朝になってもほっぺたは、まるでリンゴを丸ごと頬張ったほどに膨れ上がっていた。それでも仕事を休むことは許されず、袖山くんはよたよたしながらも作業を続けたの。赤川くんにかばわれながらね。そして、仕事が終わった。どうする？今日もあそこに行くのか？だって、行かなかったらもっと痛い目に遭うかもしれない。これ以上痛い目なんて嫌だよ。でもさ、行かなかったらどうやって痛い目に遭うんだ？行けば間違いなくひなきちゃんに痛い目に遭わされる。けれど行かなかったら、被害に遭わないで済むんじゃないか？そんな単純なものかな？どうしよう。これ以上痛い目に遭うのはごめんだもの。二人はどうしたと思う？はい。というわけで、ここは行かなかったを選択しています。なんか気分も悪いし、今日は寝ているよ。袖山くん、真っ青で本当に気分が悪そうだったから、夕飯もろくに食べずに、さっさと布団に入ってしまったの。でも、夜中にすごくうなされてね。おお、大丈夫か？おい、大丈夫か、袖山くん。痛いよ、痛いよ。うわ。袖山くんの顔を見て、赤川くんは驚いて飛び上がってしまった。だってその顔は、サッカーボールのようにパンパンに膨れ上がっていたんだもの。誰か呼んでくる。アルバイト先の雇い主はめんどくさそうに様子を見に来たけれど、さすがに袖山くんの顔を見たら驚いてね。急いで救急車を呼んでくれたわ。でも田舎だから、救急車がやってくるのに1時間もかかって、やっと病院に着いた頃には、袖山くんは息をしなくなっていた。え？ねえまっちゃん、明日もここにおいでよ。明日はもっと痛いことが起きるから。あの時のひなきちゃんの言葉が思い出された。やっぱり、行かなければならなかったということか。なるほどね。そう思った赤川くんは、翌日もう一度ひなきちゃんがいた場所に行ったの。だってそれが最後のチャンスだったから。袖山くんが亡くなって、アルバイトも辞めることになったからね。そうしたら、おとといと同じようにひなきちゃんは草の上に寝そべっていたの。慌てて隠れたけれど、すぐに見つかっちゃった。てっちゃん、まっちゃんはどうして来なかったの？袖山くんは、ひなきちゃんにつねられたところが痛くてね。とても大きく腫れ上がってしまって動けなかったんだよ。それで死んじゃったのね。ひなきちゃんは袖山くんが亡くなったことも知っていた。僕も殺すのか。するとひなきちゃんは起き上がって首をかしげたわ。どうして？だって袖山くんを殺したじゃないか。まっちゃんはバッチリものがいっぱい詰まっていたから、ひなきちゃんはそれを体の中から絞り出してあげようとしたんだけどな。バッチリもの、絞り出す。赤川くんはそれで考えた。バッチリものというのは毒素だろうか。常々袖山くんは疲れたとかしんどいと言っていたけれど、もしかしたら何かの病気に侵されていたのかもしれない。それをつねって絞り出そうとしたというのか、まるで霊体手術のように。昨日来ていれば痛くならないで済んだのにね。まあ死んじゃったものは仕方ないか。なんだって。死んじゃったね、死んじゃった。まっちゃんは体が痛くて死んじゃった。そんな気味の悪い歌を楽しそうに歌いながら、ひなきちゃんは森の中に消えてしまった。赤川くんは実家から来た向かいに連れられて帰っていった。そして、もう二度とこの地にやってくることはないだろうと思ったの。結局、袖山くんがどうして死んだのかはわからない。でもね、不思議なことに、
腫れ上がった頭いっぱいに膿が溜まっていたそうよ。とてもありえない症状だってお医者さんは驚いていたんですって。だから、ひなきちゃんが言っていたことは本当かもしれないね。今となっては確かめようもないけれど、もし翌日袖山くんがひなきちゃんに会いに行っていたら、死ななくて済んだのかも。わからないけれどね。なるほどね。はい、これで私の話は終わりです。そうか、そんなことが去年この鳴神学園の生徒に起こっていたとはな。語り部の件、一応考えておこう。よろしくお願いします。ほらやっぱ違うんだよね。選択肢いちいち、選択肢じゃない。セリフがいちいちね、死なずに済んだかもしれない。はい。というわけなんですが、一旦時間切りがいいんで、ここでまた切るんですけど、また次ね、違う選択肢まだまだあります。すごいね、ひなきちゃんの話でどんだけ広がるんだろうね。はい。というわけでまた次回、楽しみにしていただけたらと思います。というわけで、プライムでした。また次回お会いしましょう。バイバイ。